2月8日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは注目したい事柄です。米政府は1月26日ロシアの民間軍事会社ワグナーを国際犯罪組織に指定しましたが、ウクライナ最高会議もワグナーを国際犯罪組織に指定することを決議しました。最高会議は国連、欧州議会、欧州評議会議員総会、欧州安全保障協力機構議員総会、北大西洋条約機構、NATO 議員総会などに対して、ワグナーがウクライナ、中央アフリカ共和国、マリ、リビア、シリアで行ったことを考慮した上で、国際犯罪組織に指定するよう呼びかけています。さらに、最高会議は、ウクライナの検事総局、保安庁、SBU、内務省に対して、ワグナーがウクライナ領内で行った犯罪の捜査を活発化させるよう勧告しました。ワグナーは、東部バフムト北東部では、ウクライナ軍陣地攻撃の主力を担うなど、ウクライナ軍にとって脅威の存在でもあります。西側諸国は、ウクライナへ供与された西側の兵器でロシア領を攻撃することは禁止していると言われていますが、ウクライナのダニーロウ国家安全保障国防会議 NSDC 書記は、ウクライナはロシア領内の対象を破壊できる自国製の武器を保有していると発言しました。ダニーロウ氏が米 CNN のインタビュー時に発言したとのことです。ウクライナがロシア領を攻撃する意図の表れでしょうか。先日、ウクライナ最高会議与党のアラハミア会派長が話していた首脳陣の任命が正式に決定しました。ウクライナ最高会議は、バシーリ・マルーク保安庁、SBU 長官代行を長官に、クリメンコ内務大臣代行を内務大臣に正式に任命しました。また、ウクライナ最高会議は、現在発令されている戒厳令と総動員の期間を2023年5月20日まで90日間延長しました。ウクライナ国内でも政治的動きがあります。ドイツのピストリウス国防大臣は7日、ウクライナの首都キーウを訪れ、先に供与を決めたドイツ製戦車レオパルト2とは別に、デンマーク、オランダと共に企業の倉庫で保管されているレオパルト1を改装するなどして、少なくとも100両をウクライナへ供与すると発表しました。ピストリウス国防大臣は、今年の夏までに20両から25両が供与され、来年の前半までに100両以上になる見通しだとしています。レオパルト1は、1960年代から1980年代にかけて生産されていたドイツの戦車です。2003年にドイツ軍では退役していますが、ドイツ政府は頑丈な主力戦車だとして、ウクライナの国防力を強化するためには有益だとしています。ロシアのラブロフ外務大臣は7日、アフリカの3カ国の歴訪を開始し、最初の訪問国、西アフリカのマリで外務大臣会談を行いました。マリでは、クーデターで実権を握った軍が行ったイスラム過激派の掃討作戦に、ロシアの民間軍事会社ワグナーが関与した可能性が指摘され、欧米側がロシアの影響力拡大に懸念を示しています。ラブロフ外務大臣は会談後の会見で、欧米側は我々の関係に否定的だ。アフリカに植民地時代のやり方を持ち込もうとしているが、ロシアは対抗していくと強調しました。
ラブロフ外務大臣は先月も南アフリカなどアフリカの4カ国を訪問したばかりで、ロシアとしてはグローバルサウスと呼ばれる新興国や途上国との連携を強化し、ウクライナに対する軍事支援を強める欧米側に対抗する狙いもあるとみられます。またロシアのショイグ国防大臣は7日国防省で開いた会議で、米国と同盟国はできる限り紛争を長引かせようとしている、紛争は予測不可能なレベルまで拡大する可能性があると牽制しました。ロシアは自国の行いの正しさをどこまでも主張し続けています。2022年10月7日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナは現時点ではロシアの占領下にある北方領土を含めた日本の主権と領土一体性への尊重を確認したと発言し、日本の北方領土問題についての大統領令に署名していました。そんな中、ゼレンスキー大統領は2月7日に、日本の北方領土の日に私たちは日本政府と日本の人々と連帯する、国際法と正義は取り戻されねばならない、日本においてもウクライナにおいてもとツイッターに書き込みました。ウクライナ最高会議は北方領土問題において日本の立場への支持を表明した上で、国際社会に対して北方領土の地位問題の解決を支持するよう呼びかける決議を採択しています。このようなウクライナの支持に対して日本政府も応えてほしいものです。それでは各地域別の戦況です。オスキル川ボロバ方面、ロシア軍は7日ノボセリフカに地上部隊による攻撃を行ってきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。この地域でもロシア軍は部隊を増やして攻撃を繰り返し行うようになってきており、要注意です。クレミンナ方面、ロシア軍は引き続きクレミンナの西側で激しくウクライナ軍の陣地を攻め立てており、7日もクレミンナの西側と南西側で激しい戦闘が繰り返されています。ロシア軍はディブロバ付近で特に激しくウクライナ軍を攻撃しており、24時間で20回近い攻撃が行われていますが、今のところウクライナ軍が全て撃退しています。東部リシチャンスク方面、7日もベルヒノカミヤンスクにはロシア軍地上部隊の攻撃がありましたが、ウクライナ軍の守備隊はこの攻撃を撃退しています。同じクベセルに対してもロシア軍地上部隊が攻撃を行っていますが、これもウクライナ軍は撃退することに成功しています。ロシア軍は引き続きロズドレフカ、フェドリフカの方向に攻撃を続けており、激しい戦闘が続いています。ロシア軍は人的損害を無視して歩兵による波状攻撃を行っていますが、ウクライナ軍は持ちこたえており、ロシア軍は前進できていません。バシュキフカ方向にもロシア軍地上部隊による攻撃は続いていますが、ウクライナ軍が食い止めており、ロシア軍は前進できていません。7日に公開されたロシア側のビデオ映像によると、ロシア軍はブラホダトネの西にある丘陵地帯のウクライナ軍陣地を西に突破することに成功しました。シールの西側に続き
T05135 線西側の丘陵地帯の陣地が破られています。これはかなり予想外に早い展開で、ロシア軍の波状攻撃でウクライナ軍もかなり疲弊している可能性があります。この付近を守備しているのはウクライナ陸軍の第4戦車旅団です。ブラホダトネの西側陣地を突破したロシア軍はそのまま西に進み、7日の午後にはザリジネンスクの町近郊まで進んだところでウクライナ軍により撃退されています。ザリジネンスクは高速 E40 号線、主要道 M03 号線のすぐ北側にある町で、この町が落ちるようなことがあれば、高速道路が遮断される恐れがあります。ザリジネンスクが占領されずとも、町の東側で南に折れて、高速を遮断しつつ、高速沿いに南東に進んで、パラスコビーフカを後方から攻撃する可能性もあり、このブラホダトネ西側の陣地の疾患は、バクムット市の北側を守るウクライナ軍にとっては非常に厳しい状況を招いていると言わざるを得ません。クラスナホラ、パラスコビーフカに対してもロシア軍の攻撃は続いており、ウクライナ軍は7日の時点ではロシア軍の波状攻撃を撃退しつつ持ちこたえています。ただしクラスナホラではロシア軍がじわじわと市街を侵食しており、あまり長くは持たない可能性がありますし、ブラホダトネの西側陣地が突破されたため、クラスナホラ、パラスコビーフカのウクライナ軍は背後をつかれる前に撤退する可能性もあります。東部バクムット、アルチェモスク方面。ロシア軍はバクムットの北東側と東側の工業地帯と住宅地でじわじわと前進を続けています。しかしロシア軍の前進は大きな損害と引き換えにわずかな地域を占領している状態で、ロシア軍にはかなり負担がかかっていると思われます。工場地帯の南側の住宅街を攻めているロシア軍も6日は攻撃を止めていたものの、体勢を立て直して7日からまた攻撃を開始しています。バクムット市の南側、オプトネからのロシア軍攻撃部隊は市街に取り付いたものの、それからほとんど前進できておらず損害を重ねています。バクムットの南西側ではT0504 号線を遮断すべくロシア軍はイバニフスクの町を攻撃していますが、こちらはまだ市街に取り付くこともできず撃退されています。ウクライナ軍戦車と正確な砲撃によりロシア軍部隊は損失を出して撤退を余儀なくされます。それでもロシア軍は体勢を立て直して新たな攻撃を行ってきており、激しい戦闘が今も続いています。イバニフスクの西側にある交差点を攻めているロシア軍も繰り返し攻撃を行ってきていますが、ウクライナ軍の陣地を突破することができず、損害を重ねています。それでもロシア軍は攻撃を繰り返しており、ウクライナ軍も休みなく攻撃してくるため、疲労がかなり蓄積されているものと思われます。ウクライナ軍も部隊を入れ替えていますが、連日連夜の攻撃なので、将兵の疲労は溜まっています。ロシア軍がバクムット周辺をはじめとする東部戦線で実施している歩兵による波状攻撃ですが、過去のロシア、旧ソ連軍の戦い方を見れば、この攻撃方法にたどり着いたのは驚くべきことではありません。しかし、近代的な兵器を有する軍に対して歩兵による波状攻撃では損害が大きく、動員して兵力を増強しているとはいえ、長期的に持続可能ではない攻撃方法だろうと思われます。またロシア国内の不満も蓄積しており、ロシアの政権にとってこの攻撃方法の選択が
致命傷となる可能性すらあります。東部ドネツク市方面北側、7日はこの方面で攻撃の報告はありませんでした。東部ドネツク市方面南側、マリンカでは7日もロシア軍の攻撃が続いています。ロシア軍は6日にわずかに前進できたものの、それ以降はまた前進できずに損害のみを重ねています。ポビエダ、ノボミハイリフカに対しては7日は攻撃がありませんでした。ボハレダラ付近では戦闘が続いていますが、大規模なものはなく、小規模な戦闘が複数回発生している模様です。ロシア軍はこの方向でも全く前進できておらず、ボハレダラを包囲する作戦のようですが、包囲も十分にできていません。ロシア側の海軍歩兵は、2個旅団が投入されたものの、今では両旅団とも、1個大隊程度の戦力にまで損耗しており、一部は戦闘を拒否している、とのことですので、もはや、精鋭部隊としての意地も、なくなってしまったのかもしれません。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面、この方面で戦況図に変化はありません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。